ある灰色に曇った日のことです。スープー一族が住む谷間にその冬で最初の雪が降ってきました。スープー谷はもうすぐ冬眠の季節を迎えるのです。ありがとうですね。スープは元気でやっていますかね。そうですね。何でも方針計画とやらで原始天尊様の元を離れ、犬工房とかいう得体の試練同士と国中をさすらっておるという話ですが。あら、パパったら嫌ですわ。え、大工房さんですよ。ほら、太いっていう字、点が真ん中についてるでしょ。おや、本当ですね。どこ？ここ。はい。いや、犬かと思いましたっす。読み間違えたんですね。まあ、ラジャーです。パパとママの明るい笑い声が暖炉の前にこだまします。ここ、大陸の西の彼方にあるスープー谷は、スープーシャンのふるさと。今を去ること1500年前、スープーはここでパパとママとの3人で穏やかに暮らしていました。戦海伝方針演義外伝第3話、スープー谷物語。あー、美味しかったっす。やっぱりママのカップケーキは最高っす。ちゃんと歯を磨いてから寝るんですよ。はい。あ、でも僕今夜はどこで寝るっす？お前は屋根裏部屋でスニョフと一緒に寝るんですよ。でもスニョフはとってもひどいいびきをかくっす。あら、困ったわね。じゃあスニョフは東の部屋で寝ればいいじゃないっすかね。ええ、そうですね。わかったっす。じゃあ僕歯磨いてくるっす。あ、どうしたんだい。窓の外雪が降ってきたっす。あら、本当冬を迎えるパーティーの支度をしなければね。ラジャーです。スープー一家が一緒に暮らすスニョフとは一体。パパ、ママ、ちょっと起きるっす。スニョフとは一体どんな生き物なのか。なんです、こんな夜中に。おとなしくして寝なさい。まあそれはいいとして。よくないっす。スープーパパのお仕事は原始天尊様の乗り物。給料もなかなかよく、一家は豊かな生活を続けていました。それ行け、スープーパパ。最終コーナーじゃ。竹の八番を抜くのじゃ。ラジャーですね。シルベ賞の賞金でキャンピングカーが買えたわ。システムキッチンも最新型になったし、もう最高。うん、嬉しいっす。じゃあ早速明日海釣りに連れてってほしいっす。ラジャーですね。だがそんなある日、一家を思いがけない災難が襲ったのです。趙孔明という謎の挑戦者が崑崙山に戦いを挑んできたのです。よし、スープーパパ、変身じゃ。ラジャーですね。特殊な能力を持つ巨大霊獣に変身したスープーパパは原始天尊と共に
超孔明を撃退しました。でも、血圧50から30、脈拍120、全身の骨が砕けて内臓はみんな破裂、おまけに脳みそがこんにちはだ。なんとスープーパパは戦いで重傷を負ってしまったのです。あっと、もっと静かに下ろしてくれ。すみません。ノーバファー浸透胃 A を 30%、 生理食塩水でシェイクして PCB で BCG 大至急、塩酸ジブジブ配合も忘れるな。分かってるわよ、そんなこと常識でしょ。口答えなんかしてる場合か。ゲロ、信じられない。あたし帰るわ。おい、その砂肝は置いていけ。ほら、わー。コンロン山中央病院の緊急救命室に担ぎ込まれたスープーパパは危篤状態となってしまいました。ヌラヌラの島はもう雨で何にも見えないっす。パパ待ってて、僕必ず復活の玉を持って帰るっす。数時間前、医者の見立てでは今夜が峠だということじゃ。そんな、ああ、ママ、しっかりするっす。わしが調子に乗って変身などさせて戦わせたばっかりに、まこと申し訳ないの。原始天尊様、パパを救う方法はないっすか。一つだけある。え、それは復活の玉じゃ。復活の玉。そうじゃ、コンロンさんと金剛島の中心にある巨大パオペーから偶然に発生する奇跡の玉。この世に二つしかないと言われる仙人界の至宝じゃ。この玉を持つ者が生命の危機にさらされた時、自ら破裂してその者の肉体を最高レベルまで復活させてくれるという。それはどこにあるっすか。うん、一つはスープ。ママ気がついた。しっかりして。いいこと、スープよく聞くのです。復活の玉は、じゃからヌラヌラの島にあるの。ヌラヌラの島とはスープー谷の海岸から江ノ島のように見える無人島。バカなことを言うでない。あれはママが子供の頃、ママのママに聞いたの。ヌラヌラの島の洞窟に復活の玉があるって。ママのママは決して嘘なんかつかない人だったわ。そりゃ迷信じゃろう。あれは原始天祖様、うるさいっす。うわあ、今大事なとこなんすから。ママ、わかった、ヌラヌラの島に行けばいいっすね。だからそんなとこ行かなくていいって。ヌラヌラは小さいけど身の毛もよだつ化け物よ。大勢で襲ってきて取り囲まれたらとても生きては。でもあなたならきっとできるわ。だってパパとママの子ですもの。ママ、また気を失いおったか。それでな、スープーシャ、復活の玉のことじゃが、ヌラヌラのしますね。行ってくるっす。じゃから原始天尊様、ママを頼むっす。おい、人の話を聞け。地上は嵐じゃぞ。墜落したスープーは嵐の海になおも浮かび上がりました。
せてやるっす。スープーの執念が通じたのか、大波がスープーを浅瀬に打ち上げました。パパ、ママ、待っててほしいっす。僕、必ず戻るっす。復活の玉を持って、必ず帰るっす。上陸を果たしたスープーは、復活の玉を求めて島の洞窟へ向かいます。だが、ここはそもそもヌラヌラという正体不明の生き物が住んでいる島なのです。やっぱり気味悪いっす。でもここで引き下がるわけにはいかないっす。ヌラヌラとは体長30センチほどのゼリー状の小動物。透明な体をよく覗くと緑色の蝶が渦巻いています。彼らは時に地上を埋め尽くさんばかりに大量発生して人々を恐怖に陥れるのです。復活の玉。スープーは息を殺し、洞窟の奥へと進んで行きました。中は真っ暗ですが、なんだか淡い光がほのかにあたりを照らしています。スープーはふと気がつきました。浮いている彼の足元の地面、そこには無数のヌラヌラたちが洞窟の奥まで群がり、青白い光を放っていることに。でも出たっす。スープーは思わず天井ギリギリまで飛び上がります。しかしヌラヌラがいるのは何も洞窟の地面だけとは限りませんでした。おでこにひんやりと伝わるぬらりとした感触、それは学祭お化け屋敷のこんにゃく、それともまさに殺人オーサー称号の襲撃、いや、はたまた生卵をかけてよく混ぜ合わせた納豆。パニックに陥ったスープーはそのまま地面に墜落しました。スープーに踏みつぶされたヌラヌラたちはゼリー状の体から緑色の内臓を吹き出し、断末魔の声を上げました。しかもそのちぎれた肉片は次々に再生し、再びヌラヌラの大群となるのです。あやばい、無行へアババサタムの放射線。どう走ったのか、スープーは覚えていませんでした。無我夢中でたどり着いた洞窟の奥。だがなぜか、いつの間にか、ヌラヌラたちは姿を消していたのです。そして、その片隅の岩陰で、ヌラヌラの代わりに淡い光を放っていたのは、人の握り拳ぐらいの玉だったのです。あ、ひょっとして、これが復活の玉？スープーはそれを両手で包み込むように持ち上げました。それは見たこともない美しい玉でした。見る角度を変えるたびに虹色の光彩が表情を変えます。それはまさにレインボースペシャル。やった、ついにやったっす。復活の玉を手に入れたっす。パパ待ってて、今すぐ病院に戻るっす。それからスープーは大急ぎで病院に戻ってきました。パパ！いやー、あんた誰？え？スープー、お帰りですね。パパ！スープー、無事だったのね。パパ、なんで生きてんの？崑崙山中央病院緊急救命室のレジデントたちが手を尽くしてくれたおかげでなんとか持ち越したんじゃ。よかったよかった。そうすか、よかったっす。これこれスープ、およしなさい。パパは怪我人なんですから。まあまあ全然ラジャーです。あ、じゃあ
活の玉はもう必要ないっすね。ああ、それじゃがの。原始天孫がパッと開いた手のひらの中で美しい玉が淡い光を放っていました。これはもしや復活の玉、本物じゃ。原始天孫様が持ってたんすか。じゃあ僕何しにヌラヌラの島まで行ったんすか。もうそんなこと黙ってなんてひどいっす。何も黙っていたわけではないのだが、復活の玉はなんせこの世に二つしかない貴重な玉。もう一つは金剛島にあるわけじゃし、スープのは違うのではないかと思うぞよ。え、じゃあこの玉は一体動いたっす。卵だったですね。スープーが持ち帰った卵から帰ったヌラヌラはその後増殖し、今度は戦争だ、マザーヌラヌラ爆誕とまでシリーズは続き、コンロンさん中央病院では完全に駆除するまでに数百年もかかったということです。あの子はきっとリハビリを続けるパパの代わりに立派に務めを果たしてくれますわ。いや、もうありがとうですね。スープが帰ってきたらうんとご褒美あげねばですね。おや、歌が聞こえませんか。それでは、うんパパですね。月に叫べ、星に叫べ、心の涙だよ。吹雪にけぶる雄たけび山よ。雪に叫べ、風に叫べ、君は知りたくないが、僕らは誰へさ。霧に深く雄たけび山よ。闇に叫べ、心に叫べ、今こそ歌え君よ。名残前回伝、方針演技、外伝。ただいまの出演、文中、松山隆、若き日の文中、森久保祥太郎、高彦、田中和成、奥桐、土屋俊秀。原始天孫、大木民夫。趣旨、高山みなみ。通天教主、政子勝美。スープーパーパー、柳ジョージ。スープーママ、池田雅子。1話の王、高橋ひろき。2話の王、松田ゆうき。側近 A、飛鳥光一。召喚 A、檜山真。召喚 B、 日の本はじめ。召喚 C、 西脇北持つ。伝令 A、 小林和也。農民 A、 天田雅人。王子、竹町のみ。看護婦、上原美雪。そしてナレーションは太鼓坊結城宏とスープーシャンマスター陽一でお送りしました。